俺書きすな、お前、読者で。サブチャンネル、サブチャンネル待ってましたということでね、初の2人サブちゃんという。いや、そうだね。この3人って怖いんですけど、なんか。いやよいやよゲーム知ってますか？あ、いやよいやよ、あ、なんか聞いたことはあるよ。聞き覚えあるぞ。どんなんだっけ？例えば、じゃあお題が恭平だとしましょう。ああ。ね、仕事たまると眠いふり、いやいやよみたいな。ああ、なるほど、なるほど。ああ、もう、日々日頃のこいつのうぜえところを言ってきゃいけない。そうそう。あ、まあまあ、お題じゃあ最初に恭平にしますか、じゃあ。ああ、恭平ですか？お前も自分でいいや。あ、別に本当のことじゃなくたっていいんだからね、全然。ああ、オッケーオッケーオッケー。嘘でいいの？もちろん。何でもいいってことね。ああ、オッケーオッケーオッケー。スタート！恭平の子供がバカイケメン。いやよ男は好きとか言ってるのにすぐ服汚す。いやよ追い込まれるとすぐ嘘をつく。いやよメイクの時間が3時間。いやよ眠くなると二重になる。いやよ実家帰ってすぐ。いやよ歌舞伎ホストでナンバーワン。いやよ飯食うときにミケがこうなる。いやよ酔ったふりしてすぐナンパする。いやよなるほど。ちなみに言うと、俺全部実話です。実話じゃん。俺は実話。お前は俺もしも勝手だったね、お前は。俺もしもだから。すげえやだった。ナンバーワンこいつがすっげえやだった。これででっけえ看板に顔な、こんな急で。そうね。ナンバーホストっつってこうなって、こんなだって。数々イケメンがいる中、頂点君臨するのこいつやろ。めっちゃやだ。何のアイコラ画像かって思う。嘘で会ってくれって思うもんな。これおもろいわ。めっちゃおもろい。お前やばいことばっかり。てかさ、結構こいつもう暴露みたいな。さらっとさ、そうこの3つしかなかった俺。なんつったっけ？追い込まれるとする嘘をつく。いや本当だよ。これマジだよ。嘘で逃げようとするくせに。俺らも嫌だもんさ。嫌でしょ。もちろん嫌だ。本当に嫌だ。実家帰ってすぐ。知るかよ。知りたくねえわ、そんなの。酔ったふりしてすぐナンパ。それは何？実話だね。一回したことある、お前らとのお迎えで。俺ら？うん。なんだっけ？なんか、いや、いつかは覚えてないけど、その2回ぐらいある。マジであったっけ？めっちゃベロベロに酔っ払っとって。で、うわ、フリーとか言って、ハキ行くフリーしてナンパ行ったって。知らねえわけだ。通りに知らねえわけだ。結果がついてこないから知らない。そうそう。ああ、なるほどね。来ないから俺、結局。だから知らない。なるほど。そう、ナンパ。あれ、共演いないなぐらいのやつ。そう。入ってんだもんな、みたいな。飯食ってる時に。言うよね、お前。何が。あれ、マジでさ、普通に来てるだけですけどね、あれね。本当に。眠くなったら二人。眠くなったら二人。いいでしょ。無理だよそれは。うぜえやろあんなもん。どっかもバカうぜえやな。なんかそう二重になってこうちょっと上目遣いになるのとか。なんなの？通常時より目がでかくなんだよお前ね。あ、そうだよ。いやもう自覚はない。でいつもより滑舌悪くなっていつもより早口になるから俺よりイライラ。ただでさえ聞き取れねえのに。あ、そうなんだ俺ね。やだね。お服は好きとか言ってんのに服すぐ汚す。いやー汚すねー。ほんとさ、なんかそれこそ飲み会行った時とかすぐ汚すやん。あんだけさこう服ちょっと触っただけでブッシューみたいな。ブッシューズって言う。ブッシューズってなんだ。すぐこれマーマリー。いいよ違うよ。これは違うからまあいいや。これは違うよ。こんな反応するくせに飲み会とか行ったらすぐ汚すやん。マジで汚すよな。どんだけ大切にしてるんだったらめっちゃ大切。こんな ST スタジオは嫌だね。あー、なるほど。てんてれてんてれてんてれてん。いやよ新メンバーがケント。いやよホラーナイトがもう子供のお化け屋敷ばっか。いやよST メンバーリボンだけ。いやよお前理論にボコボコにされるやつだおい、嫌なんだな。違うよ、これリボンは好きだよ。でも一視聴者として考えてよ、一視聴者としてね。リボンは大好きだよ。でも考えた方がいい。それがディスやんか。出張ホラーが子供用お化け屋敷だけっていう。ああ、なるほどね。マジで嫌だ。誰が見たい。そうバカしょぼいやんっていうやつです。マジで嫌。まあ嫌なんで、確かにしょぼすぎです。俺しメンバーケント出戻りてか知ってるやつどんぐらいいるんだろう。元メンバーね。いや、どんぐらいいるんだろうな、そもそも。いやいやよ、リボン大輝で寝れない。いやいやよ、着てるハイブランドが全部偽。いやいやよ、プライベートの会話が全部赤ちゃん語。いやいやよ。バカだよ。何それ。何それ。いやもうそれ嫌だけど、なんやそれか。嫌でしょ。SP に限ったことじゃねえし。いやもう会話全部バンバン言ってんの。いやまあ嫌だけど、もうちょっと SP に絡めてほしい。限ってか。リボンと大輝の寝れない。いやそれは確かに。結構マジで嫌だよな。マジホームのやつ。ああ本当に。本当にすごいからね。いやマジで。寝れん。いや本当にね、だって1階にいんのに2階まで聞こえるからね。意味わかんないよね。でもここ3人が2階に回避するっていう。リボンに関しては起きてる時も認識するからね。そうね、起きててもグーグーいってるの。本当にすごい。それがびっくりするよ。着てるハイブランドが全部偽物。やだね、マジでやだ。やだね、本当にやだね。これそうやだな、それ。こんだけ服が大好きです。インスタにも載っけてます。企画にもやってました。全部偽物。いやー、出せ出せ。いきまーす、最後。はい。せーの。てて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 。いやいやよー。正義が女の前だとデレデレ。いやいやよ。知ってるディズニーのキャラがミッキーだけ。いやいやよ。ターボの彼女自慢。いやいやよ。いや、ディズニーで知ってるキャラミッキーぐらい。こんだけディズニー好きで知ってる。なるほど。知ってるキャラミッキーぐらい。結構俺らディズニー大好きだね。そうそうそう。で、ちょっと省略語が多すぎた。ちょっと文字詰め込みたかったけど、省略語多すぎて全然伝わらなかったパターンのやつ。ディズニー浅いからね、俺ら。そうそうそう。ディズニー浅いって言いたかったんです。ターボの彼女自慢ですよ。いや、いいじゃん。いやいやいやだわ。嫌でしょ。なんでやねん。いいだろ。今まであんだけ彼女いなくて彼女欲しいとかここで言ってたやつが急にコロナ変わって、ああ昨日会ってきたとか、いや微笑ましいなで終わりじゃん。うわ楽しかったな昨日のあそことかさ。いいじゃん。ターボもちゃんちゃらおかしい。ターボも男になったな、微笑ましいなでいいじゃないですか。まあ100個にすらいけど、LINE もやめて。現在直だって LINE で2人の写真を撮って送んでみて。写真送るもんね。あれだるいわ。特に送るもん。あれだるいわ。あれうざいな、本当にうざい。いいじゃん別に。正義は女の前だと絶対嫌。絶対違う、デレデレじゃないって思うやん。俺らはそう思ってるよ。痛いの飛んできーとか言って気持ち悪い。俺マジで吐き散らかす。ちょっと俺本当に嫌だわ。なんかマジで嫌だ。マジできつい。いや本当に嫌だ。なんかちょっとオラオラちょいオラな感じでしょ。いつもかっこよくやってほしいのに、そんなさデレデレされてさ、ちょっとね信じがたい。それはツンツンしてんのにな。でもそうなるときあんのかな。逆に無限にできるだろ。もっとメンバー増やしてやるよ。あ、いいじゃん。そうじゃん。もう3人いるから、また。それからっぽいだろ。大京平であろう。ああ、確かに。それ大京平。6人分聞くのね。そう、10分含めて。6人分聞くの。まあ、10人。電車で持たねえよ、俺。お題変えろよ。やだよ、こんなのじゃ。まあ、いろんな視点から京平のね。いらないんだよ。様々な角度から京平の嫌なところ。正義とかリアルだろうな。全体的に不潔なのにイベント前で顔周りのことは気にしてる。いやいやよ、バカリアルよ。終わってるで、俺の話終わってるの。昔は潔癖症とか言ってたのに今では全然そんなでもないって。いやこの家いたら治るでしょ、潔癖症。確かに治るわな。言えるわ、潔癖症なんて。ヨーグルトあんま好きでもねえのに R1 飲むところも。それはいいでしょ、健康に気遣ってるんですよ、体が。もうそんなもん他のもん飲めやねん。何我慢しとんねんって。我慢するでしょ。あと新しい服買ったら30分ぐらい鏡の前から。あとね、もういいよ、もういい、もういい。